皆さんこんにちは、やすさんです。今日はいよいよ韓国プサンへ家族旅行で行ってまいります。楽しみです。思いっきり楽しんでまいりたいと思います。29。ただいま釜山の空港に到着しました。今からね、まずバスに乗って京都丸ねホテルへ行きたいと思います。でね、昼食はねサムゲタンをね食べに行こうと思ってます。ちょっとバス待ってねホテル向かいます。今日のホテルに到着しました。こちら釜山観光ホテルです。釜山のねロッテモール、ね、奥にね見えますけどね、ロッテモールの近くにあるホテルです。ではね中に入ってまいりたいと思います。お部屋が665円ね。ここお広いやん、パパ一人やん、わ広いやん、おー広いお部屋やね。電気は？なんか焼肉屋もこの辺じゃなかったっけ。こちらはですね、釜山のファッションストリートっていうかな、正式名称わからないんですけども、若者が多くてね、はい、有名店もたくさんあります。すごい賑やかなとこですね。まあ、今からね昼食を食べに行こうと思います。すごい大きなツリーがあります。これ夜綺麗なんやろね、おそらく。こちらで道路がね左右に分岐してます。どっちがどっちにね行くのかさっぱりわからないんですけどね。
まあついていくか。はい、サムゲタンのお店に到着しました。